こんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、ロレアルパリさんから7月に発売される最強ファンデーションを使ってご近所メイクをやっていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。では早速やっていきたいと思います。なんですけど、メイクを始める前にまずは今回ロレアルパリさんから新しく出たファンデーションを紹介していきたいと思います。ロレアルパリインファリブルステイフレッシュファンデーションです。こちらですね、ロングラスティングファンデーションになっておりまして、1月から日本でも発売される商品です。でですね、こちらのファンデーション一体どういったファンデーションなのかと言いますと、長時間崩れにくいなのに乾燥してこないファンデーションになっています。今まで長時間崩れないっていうファンデーションっていろいろ私も試してきたことがあるし、皆さんも実際使ってみたことあるよって方もいらっしゃると思うんですけど、ロングラスティングファンデーションってカバー力は結構しっかりあるんですけど、どんどん乾燥してくるイメージってありませんか？私はもう実際ね、本当に長時間崩れないファンデーションってなんかちょっとカサカサしてくるなっていうイメージであんまり好きじゃなかったんですけど、このファンデーションは私も実際ここ最近劇場公演で汗をかく時に使ったりとか、あとは長時間長いお仕事の時に使ってみたんですけど、本当に乾燥してこなくてすごく崩れにくいファンデーションだったんですね。で、なんでそんなに崩れてきにくいかと言いますと、こちら皮脂吸着成分と汗に強い成分と、そしてプラスヒアルロン酸成分がしっかり入っているファンデーションだそうです。で、メイクが崩れてくる原因に、乾燥と、あと油分でこうよれてくる崩れ方があるじゃないですか。でもその皮脂で崩れてくるのって乾燥が原因なんですね。肌が乾燥してくるとこの毛穴から言って油分がいっぱい出てくるんですよ。で、それがこうメイクのヨレとかにつながるんですけど、でもこのヒアルロン酸が配合されることによって乾燥をかなり防いでくれるファンデーションになっています。でですね、こちらの商品も海外ではね、すでに大ヒットしている商品らしくて、なんと全世界で3秒に1本売れている商品だそうです。いや、すごいですよね。3秒に1本って今こう私が喋ってる間にもあっちの方でチン、あっちの方でチーンってことですよ。すごい。ということで今日はこちらのファンデーションを使ってご近所メイクをやっていきたいと思います。ではメイクスタート。はい、では早速やっていきましょう。はい、私が今回使うカラーはヌードベージュ115番のカラーを使います。でこちらのファンデーションね、すごく少量でしっかり伸びてくれます。こんな感じで手に出してカバーしたい部分にしっかり塗っていきます。本当にでも少量でめっちゃ伸びてくれるんですよ。ほら、おすすめの塗り方はこのおでこと頬の部分と顎と、あと鼻にちょんちょんって5点に塗っていくのがいいみたいです。こうやって内側から指で広げるように塗っていきます。これね、スーって伸びてくれて、私いつも言うように重ためのファンデーションがすごく嫌いなんですけど、めちゃくちゃ軽いのにしっかりカバーしてくれます。なんといってもね、つけ心地がすごく軽いです。あんまりつけてる感がない感じで、小鼻のこういう赤いところとかもカバーしてくれるし、とにかくカバーしたい部分にこう薄く広げていくと、めちゃくちゃ少量でしっかりこう、この辺のシミとかもカバーしてくれるんですよね。で、いつもならコンシーラーとかを使うんですけど、これ一本で、こういうクマの部分とかも、トントントンって重ね塗りすると、しっかりクマも飛ばしてくれるし、あと、こういったニキビとかも、ポンって置いて周りをぼかすと、ちゃんとカバーしてくれます。だから1本でコンシーラーいらずっていうのもすごくありがたいポイントですよね。で、こう見てもらったらわかるんですけど、程よいツヤ感が出てませんか？そう、私ね、基本的にマットよりツヤっぽい肌の方が好きなので、こんなに自然なツヤ感が作れるっていうのもすごくお気に入りのポイントなんですけど、で、さっき言ったように皮脂をしっかり抑えてくれるので、パウダーもいらないっていうのもすごく大きなポイントですね。というわけで肌はもうこれ一本で終了です。あとはですね、このロレアルパリのブローアーティストジーニアスキットの02番ね、眉毛、アイブロウで、ちょっと眉毛の足りないところだけささっとね、書いて、あとは私の大好きなユイルカレスですね。今日は804番の赤のカラーを使います。これをささっと口に塗って、はい、これだけでご近所メイクの完成です。
です。今回もファンデーションとリップと眉毛しかしてないんですけど、まあご近所ならこれぐらいで十分かなと思うんですけど、このファンデーションでしっかりカバーするとこはカバーして、程よいツヤ感を出してくれてるので、すごく肌を綺麗に見せてくれると思います。で、つけ心地も全然重たくなくて、ファンデーションを塗ってますっていう感じが全くないので、もしこう急にお客さんが来たりしても、スピンやばいと思わなくて出れるし、ちょっとね、スーパーとか、ちょっとコンビニに買い物行こうかな、でもスピンだけどなーって時とかにささっとこれだけ塗っていけば、まあ、肌だけしっかりしたら外に出れるって方結構多いと思うので、ぜひそういった方はこのファンデーション使ってみてください。はい、というわけで今回はですね、ロレアルパリさんとのコラボ動画第3弾ということで、ロレアルパリさんから新しく発売されるファンデーションを使って、ご近所メイクをやってみました。他にもロレアルパリさんとのコラボ動画下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。What?